こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日2カ所目来ました。高知県吉野川嶺北漁港、支流の穴内川に来ました。午前中は、田地川で、7匹だったかな、でした。で、いろいろ探して相談した結果、穴内川ぐらいだろうということで穴内川に来ました。場所は大杉中央病院、まず正面です。まずここの正面のこの一番背の背尻、ここで背が1回終わるんですけど、この前を1回やって、釣れる釣れないかかわらず、少し上に上がってまた降りてこようと思います。まずはこの正面の背尻をちょっとなんかいい感じなんでやってみたいと思います。さあ釣れるでしょうか。あ、仕掛けなんですが、午前中と一緒です。天井糸1号、水中糸 0.1255、中ハリス1号やな、セバリアジ4号、花冠7号、酒針3号、針はこれは何だったっけ、プロトンボオーナーのプロトンボのちょっと一つ大きい8号にしました。田地川でも8号最後ちょっとかけたら大きいのもかかったんで、ハリスはこれは1号か 1.2 号だったと思いますですね。8号やけん 1.2 号にしたかな。まあどちらかです。そうです。日本針のチラシですね。でいつも通り行きます。さあ釣れるでしょうか。頑張ります。うまいですけど、まあ朝のコマサヨに比べたら大きいと。やばいんが来た。やばいんが来た。飛んでった。やばい。やばい。どこ行った？見えんが。
いましょう。うわでっかい、でっかい、なにこれ、ヤバいんが来た、すっ飛んでったね。うわでかすぎる、おとりには用使わんぐらい。あいて、ちょっと血だらけやけど、出てこい。やばい。やばい。よいしょ。うわぁ。なんじゃこれ。あそこ溜まっとんじゃん。怖いぐらいに。むっちゃでかいやんこれ。また。うわ。残りやかかいの。うわやばいで、やばいマジ。
こんなんばっかり釣れるんかいな。これも22、3あるな。言うに。いやー、マジかー、入ってもうたー。かかってるし。ちょ。よいしょ。4連ちゃん。いつの間にかかかってるし。すげえ、あそこすげえ。おる、まだおった。まだおるとは思わんかった。よいしょ。はい、お疲れさん。よいしょ。どこやったんかいな、今。この辺り勝手に泳がしよったら、家持ち上げようと思ったら勝ってたからな。ちゃうか、行ってたね。ちっちゃ。よいしょ。一本目と二本目の間がすごい短いチラシ。それ使ってます。よいしょ。この辺りやな、勝手に泳がしとったら勝手にかかるしさ。こんだけ風があるのに当たりが分かっとらんのか。分かってないな。いつの間にかかっとる感じやな、今んとこ。さっきはこの泡の中でかかったような気がするな。当たりがタン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 ってあったもんな。ほら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 。
これ当たりあるわ。これも当たりあった。うぃー。6連ちゃん。うぅ、これでかい。やばい。ここ入っていける。やばい。やばい。風が。やばい。やばい、風が。よいしょ、うわ、血だらけ。ちょっと待って、血だらけ。血だらけ。外れた。外れた。来ました。さっき6連チャンしたところに戻ってきたら釣れました。かかりました。なんかどんな感じ釣れたかすごいよう分かったんで、また行けると思います。わからんかった。ちょっとなんかすごい団子になっとる。大丈夫か。おとりの方がちょっとなんかもらっとったの。これエビになって、かかってエビになったのかな。エビになっとってかかったのか。あそこな。来た、おった、やっぱり。やっぱりおったで。あそこ絶対おるもん、おったで。よしよしよし。でかいんちゃうから。でかい。そうでもなかった。背がかり。そうでもなかった。でかいと思ったけど、そうでもありませんでした。ピリ辛の超か。マイナス5です。5匹スタートなんで。でもこれ大きいです。何もあるかな。後でちょっと測りたいと思います。これでかい。これでかいですね。これもでかいな。でかいのが3キロおるんかな。2か2かなですね。以上です。よかった、いっぱい釣れました。多分10ぐらいは釣れたと思います。1根がかりで行ってしまったのがもったいないです。はい、ありがとうございました。